い、こんにちは、のぶです。では、662日目左足のアウトサイドチャレンジ100回ということで、現在目標設定40回ですね。いけるように、頑張っていきたいと思います。ボールと、体とボールがこう離れすぎず近すぎず、自分のいい、距離でこう蹴れるように、そして地面と平行にして足の面を平行にして真上に蹴るっていうところですね。そこを意識して今日もやっていきたいと思います。では早速いきます。